キハ72系機動車は、九州旅客鉄道の特急系機動車。1999年に登場した、久し台本線のリゾート特急、ユフインの森用車両として登場。新ユフインの森と称される。また、かつて同列車に使用していた、キハ183系船番台が、ユフインの森通用の通称とされていたことや、キハ71系から数えて、 同列車に使用される。3。代目の車両であることから、湯布院の森3を3代目湯布院の森と称される場合もある。特急湯布院の森はキハ71系とキハ183系船番台各1。編成を使用したに往復体制で運行されていたが、キハ183系を大村線の特急シーボルトに転用し。 キハ71系と同等のサービスレベルを持つ車両を申請することとなった。キハ71系のように車体のみの申請ではなく、足回りも含めての完全な申請者となった。最終組み立ては、九州旅客鉄道小倉工場である。初代、ユフインの森専用車として生まれた、キハ71系と、オランダ村特急から転用された、キハ183系船番台では、 外観が大きく異なっていたが、本系列は、キハ71系の増備目的ということもあり、その遺証を受け継いでいる。本系列は切り離しての使用や、他系列との並結での営業運転は考慮していない。車内設備は普通車のみのモノクラスで、車両の使用所限に関わらず形式は、すべて72型で統一されており、車両番号が連番となっている。 登場時は下り方からキハ721キハ722キハ723キハ724の4両編成であったが2015年7月18日より中間車1両が増備されキハ721キハ722キハ723キサハ724キハ725の5両編成となりキハ724はキハ725に改版されたキハ71系と同じグリーンメタリックの 車体塗装をまとうハイデッカー構造であり、全面形状もキハ71系に比べて、全章灯が若干小さくなるなどの際もあるが、ほぼ同じ一章とされた。LED 式の区形微灯を採用するなどのアップデートも見られるほか、全面の化粧パネルやワイパーピボットカバーなどにも、同社の787系から883系。 そして本系列の後に登場する885系などを手掛けた水戸岡英二率いるドーンデザイン研究所の共通手法が参見される。側面は、キハ71系の広幅窓と異なり、787系や883系などのような一座席ごとの独立した強幅窓とされている。運転台は低い位置に置かれるが、シアターシートではないこともあり。 同じく全面展望構造を取る名鉄線系ほど極端に低められてはいない。隣の車両に移る際、キハ71系では一旦開花に降りて移動するようになっていたが、本系列では連結面通路やホロを客室通路と同レベルの高さとした上で、デッキに橋構造の渡り、廊下を通し開花に降りることなく隣の車両に移動できるようになっている。 これにより車内販売のワゴンサービスが可能となった。デッキと客室や通路のところの前4段のステップでつながれている。先術のように本系列ではディーゼルエンジンと液体式変速機や台車も含めて申請されている。エンジンはキハ200系と同じ d m 回1 3ハザを用いている。これがキハ72にには2機、他のキハ72型には1機搭載されている。 キサハ724にはエンジンが搭載されない。台車は、4弾発機空気バネボルスタレス台車の DT602K、DT603K、TR602K を使用している。キハ 71K では、種車の関係でコイルバネを使用する、揺れ枕釣り台車の車両が存在するが、本系列では、全車両とも空気バネ台車に統一されている。 さらに変速機に爪クラッチを採用し、加速性能を向上させている。ブレーキシステムは電気指令式である。このように、キハ71系に比較すると、車両性能の向上が図られており、キハ71系では最高速度が時速9 5トルであったのに対し、本系列では時速1 2 0トルとされた。ただし、 検査等での運休時はキハ185系を使用した、U として運転されるため、時速 120km 対応のダイヤは組まれていない。遅延した時などに限り、時速 120km 運転が行われることがある。運転席はやや中心線寄りに配置され、L 字型のコンソールで囲まれている。マスターコントローラーは、左手操作の横軸式、ブレーキは、 電気指令式で右手操作の縦軸ハンドルとなっている。保安装置は登場時には ATS-SK 型であった。後の症例によりパターン連続調査機能等を装備し、SK 型と互換性のある ATS-DK 型に変更され、専用のコンソールが設置された。室内の床材や天井内張りを、はじめ角座席の肘掛けやボックス席とビュッフェのテーブル、 化粧台周りなどにも、同社の新幹線800系や、特急用車両でおなじみの南年木材がふんだんに使われており、同社らしさを表現している。座席は、シートピッチ1000ミリメートルの回転式、リクライニングシートとされ、近年の同社特急系普通車と同等の仕様となっている。現在この種の座席では、全席背面収納式の大型テーブルが主流となっているが、 この場合、座席を向かい合わせのボックス席とするとテーブルが使えない欠点がある。そこでグループ旅行などの需要も重視される本系列では一人用大型テーブル2組を中央肘掛け内に収納し、向かい合わせでの使用時にボックス中央に4つのテーブルが集合する設計となっている。3号車の中ほどには同車787ケートル維持の それぞれの区画の背面がガラスのパーティションで仕切られた4人用、簡易コンパートメントが4組ある。ボックス席ながら若干のリクライニングも可能となっているほか、中央の木製大型テーブルは足のない感知レバー構造で壁面に取り付けられ、天板も前後が4分割の折りたたみ式となっており、出入りと使用時の利便性を両立している。窓際には卓上照明も備わる。 2015年に増備された4号車には乗降扉が設けられていないため、4号車の乗客は隣の車両などから乗り降りする必要がある。ただし、4号車はエンジンが搭載されていない付随車のため、他の車両よりは静粛である。教職設備としては、キハ71系では2号車にカフェテリアを設けているが、本系列では3号車に売店併設のビュッフェを設けた。 ビュッフェカウンターはラウンドタイプで通路窓側にも立石用のカウンターが備わっており、どちらの天板も何年木製である。また、この立石部分には床から幕板にまで達する大型窓が3つ並んでおり、本編成のアクセントともなっている。その他車椅子対応トイレの設置などバリアフリー対策がなされている。また、全車両で Wi-Fi が利用できる。 落成以来、筑豊ささぐり鉄道事業部の大型車両センターに配置されており、久し大本線特急、湯布院の森の1.25.6号の2往復に使用されている。運休日には、キハ185系で U71.7275.76 号として、同じ時刻、停車駅で自由席を設けて運転される。ありがとうございます。